オーガベアですいやー長かった何もできなかったで、はい、本日紹介するのがえっ、ー、とこれ「骨ゲリオン」めっちゃかっこええやんのこ,ここにあれやかな、ね、数字が書いとるから好きなやつ選べれるからね仕事場で割引券くれたから。 い1個分ただやで初号機の城とかねこれ気をつけないかんのは城やったら城だけを集めんとこのなんかこのセントラルドグマの色とかがな多分これスナイパーライフルは分からんけど多分色がんこのこれあのセントラルドグマじゃないなんかあのあのねあの八島作戦のやつこれ。 白やったら赤やしこれやったら多分青やからこれだけ気をつけないかんね大丈夫かな多分別々コートからまたあれなんやろな買わないかもわざじ,じゃあ開けていこうかな俺のターンドロうん,んーマイスター系、情報 えー、これって作り方ほらほらほら歌詞が入ってる今日店長に店長に骨切り音買ってるって言われる俺も欲しかったとか言って絶対買わんだろあのいやー好きそうやけどなとりあえず開けていこうか たぶん店長も店長もうわっリりぼうがわっだから結構やっぱな知ってるんだぜ、まあ、店長やからなあんま言わんだけでうん説明しああとりあえず作るん初号機や初号機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 で受けよくしとかなんてね おーすっげえ最初からカラーついてるぜめっちゃかっこええやんあーてあ映っとるああなんか今日映りいいねトシさんあんまピンボケしてないないやーカメラも欲しいなーすっげえ仲良し劇場やって力を合わせて登りきれいこれ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 あー気をつけんとほんまマジ色違うで これポジトロンライフルうんまあいいかとりあえずえこれってあのかのあれじゃないかなあいっかうんとりあえず足からいくかななななににににな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 に腕腕足でいっか足足どれやあまあまあこれか あーやっぱりっ圧やつかめんどくせえな大丈夫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 ってかもうもう全然もういやーうん エヴァンケリオン好きなんて言われたらさそんなそんな好きじゃない俺めっちゃガンダム世代なんかな俺どっちかといえばさ中学生とか小学生時とかってさ結構もう小学生時はなんか結構ガンダムとかやったしさ あ今、今何しようよってめっちゃあの、切ったところ、これで切ってる。うーん。なあ、俺めっちゃガン、うん、小さい時からガンダムやったのな。幼稚園の時なあ、なんか、ガンダムになりたいって言うたら、<laughs> 怒られたかな。 あれだっけ金庫あんかった。いいじゃねえか。俺ガンダムなりたかったんやって幼。幼稚園児ぐらいいいじゃねえか。ガンダムなりたかったんだよ。あの当時俺がガンダムだ。後に、せつな F 声優へなりたかったかもしれなのにな。ねえ、あの時怒られたから俺も声優諦めたんだ。 まあ今はもうあれやけどなあ,あ今映ってない今あれやからねちょっとあの撮ってるからねうんすっげえ,えーとどれやろうなんかわからんもないはー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 どれやろうどれやろうこれかなこれかなんか汚ねえぞこれこれ何これこれ 「エヴァンゲリオン」当時やってたけど俺もほんまガンダムしか認めんうとか言ってて全然見てなかったそうなんよねあの当時何してたんやろ 早急のハフ,フナーとかじゃないしなのエウルカ7もあの当時全然見てなかったもんなで新しい一番新しいエウルカ7は見てねえもんな小学生時はのも,もうデジモンとかデジモンとかビーダマンとかやっもんな前のあの超速スピナーとか超速スピナーめっちゃ面白かったな 漫画が欲しいあのダウンロードダウンロード版のスーパービーダーもあるけどさ超速スピーナーがないよな <laughs> でまた全然関係ない話バージョンそれやから人がおらんよしとりあえずこれでいいんじゃねえかいやでも俺実際なあの プラモってさあ、まあ、作作らんんまら一番最後に作ったあれジェニシック・ガウエイガーじゃねえかその前に確かダンバインかなんか作ってさあの夏場に夏場にあのなんかあのゴムのところがすっごいなんか劣化してさ汚かったお結構 いい感じやな親がうるさい俺めっちゃ声聞こえよゴーニストってえ陸陸陸王にしようかわー危ねバルスしちゃったこれしたら撮影を止めないといけないようなえー どどれどれこれこれか映っ,ってなかったらもう知らんでパワーギーザーで,で会社の上司の人はあの入っとるやつがランダムかなって。 買ったらエヴァンゲリオン昇格機やったってすっごい喜んご喜んだったけど普通に番号書いてるぜだって後で言うたら嘘。<laughs> また明日明日売り上げ上がるんじゃねえか <laughs>。木の兄貴が四四泊買ってそのレジの レジのおばちゃんのとこまたもう一回 4, 4泊持って行って <laughs> 2, 2日連続で骨ゲリオン4泊や402連続えー、え次これどっちでどれでどれでう腕が分からんおなこれかなこれこれやな多分これでしょ いやーでも、ちょうどええぐらいのあれやなあーガンダムで一番好きなあれ機体何てか俺あれやからねあのあのー、ガンダムオンラインのフランチェスカサバやったっけフラン F, ?F サバの エフサーバーのジオンジオン側でトップチームのところでおった結構俺結構なあれやで結構ニーとしてた時にガンダムオンラインめっちゃ頑張っとったからなあのアレックスのマンバズマンバズ時代から 万ツ時代からガーベラ・テトラのあのゲロビーのところまでやってた。<laughs> なあ,あのかのヤン,ヤン,ヤ,ンあのヤンウェンディあのなあ,あの松寿しヤン連隊とかなすっげえ面白かったな戦って。 あの人、バンになったって言ってたけどな。いやー、やっぱさすがやった。あの、あのピクシー、フレット、フレット・ピクシーじゃないやったっけフレディじゃないやったっけな。なんか、あったんや、あの、ダガーのやつ、あの、空中飛ぶやつ、途中修正したけどさ、あれすごかったよな。あれ、強かったわ。 もう期待が飛んでくるもん。3次元移動やね,ね知っとる人は知っとるかもしれんけどな。いやー、ガンダムオンラインはすごかったで。てか、今パソコンの調子が悪いからな。まあ、PUBG とかもなってきたらいいんやけどな。 PUBG やん。もう降りるところで処理が間に合わんで落ちるもん。うん。てか、もうちょいこの辺で映さないかんかったかな。えっと、あと胴体やな。胴体、胴体。これか。これ、これかこれやゃ。あもうちょいこの辺で。 この辺で切らなないか,んか,ったかなまあまあまあいいだろう別にガンダムのプラも作るやつとかもないやまあなダラダラ作るよるって思ってやってくれあそうそうそうガンダムで一番好きなガンダムうんーまあまあアレックスかな あれまあまあチョバムアーマーとかめっちゃかっこええやん <laughs> 無駄なパーツがついてないもんがいいよなあ昔アッカイとか好きやったけどなやっぱ無駄なパーツがついてないなごんごんかちょっかちょっと,ちょっとパ切ったらパーツが落ちるからさちょっとゴミ箱の上で あのあれが好きやったあのザクのあの強行偵察機あのピザをピザを落とせるやつなあ,あのなんかあのフィールドの真ん中でなんかたむろしてな,なんか格闘機体でボコスカに切っていくところをさなんか強行偵察型でピザ自分で踏んで下に。 ねえ椅子割っとくっな格闘機体が切りに来たらな自爆するドンあれして遊ぶと,とかなあの拠点拠点の入り口にピザ巻いとく <laughs> 強行停止ああなん結構な相手の相手のなんかそのなんかの リスポーンするリスポーンするやつのなところにピザ巻いて敵がリスポーンしたら爆発するとかあれ結構な、うん、ピザのあと強行提出型で相手の本拠点行ってなあのピザを拠点にひっつけて爆発させるっていうんでしょった 強行偵察があの支援機で支援機で突撃しよって相,相,相手の拠点にピザ投げる懐かしいなガンダムオンラインやりたいなでも今の今のパソコンはまあいいかなてか逆に言えばガンダムオンライン新しいアカウント作って初めからやるっていうのも面白いかもしれんけどな でももうゲロビとかなんやりたくねえなーケ,ンケンプファーケンプファーがないとまるっきりなんかな当時やんケンプファーないと全然歯が立たんかったあの宇宙とかやん絶対無理やったもん。 なあの宇,宙宇宙でケンプファーで突撃していかんと <laughs> そうそうガンダムはガンダムは あのシャアのあのオリジンかなあれ以外は多分全部見とると思うであのー、なあビルドファイターズのあのあの部分やったら全部見とるし前まで「単影ガンダム」見てなかったんやけどな単影ガンダムも去年全部見,見終わったからさもう全部見とるはずやでイグルーやって全部見とるし 何やったったけイグル全部見たしうんあのこの前のあのサンダーボルドがめっちゃ面白いな早く続き出んかなてかめっちゃこうイオフレーミングがめっちゃこう俺に似てやっぱ鼻が弱くてなこれが中村雄一やしないやーリスペクトしますわいやーかっこいいイオフレーミング 俺も俺も期待<え>フルアーマーガンダム乗ったらちゃんとティッシュくれ <laughs> いやーあれは共感できるいい,いい作品や俺は,俺はフルアーマーガンダムで相手のターゲットを倒すんでお前らは縦になれ になれって言うてめっちゃかわいいおんしが入っとったんかなあの新兵のあの名前を名前付けてくれや思うけどなキャッパーツがパーツが飛んだてかてかエヴァンゲリオンの話でないかんかエヴァンゲリオン あ前なアンケートしたけどはっきり言ってエヴァンゲリオンのキャラクターってあんま好きじゃないなまああえて言うなら多分うんやっぱアスカハエかなもうこれいらんなてか逆に言えばさ綾波で綾波でやったことねえわ綾波の綾波の薄い本を全然読んだことない <laughs> うん、いやあ飛鳥飛鳥の本とかさミサトミサトさんの薄い本ってないよなあんまし <laughs> あああったかな「ちょっちもらっていくで」っていうああでも「ちょっちももらっていくで」っていうものはあったけどなミサトさんの薄い本とかってあんましっ やっぱアスカばっかしゃでな薄い本ってあんましあんまし薄い本薄い本よったらねし知っとる仕事場の人に見られたらまずいからな可能性あるからねいやうんまあなまあまあ強制的に多分アスカ派なるんじゃねえか思うけどな しこり率は,は高いねえほらめいめい入っとるでなんかこれあれなプラスチックああまあプラスチックやな昨日友達がザクの頭のガチャガチャしとったけどえこれ大丈夫なまあまあてかまたガンダムやな エヴァンゲリオンの話じゃないかなエヴァンゲリオンなあの今回のマヤカなんかっていうあのキャラクターなあれあれもうまあなしこることなかったからなあんまどうか言われたってどう,どうということもないっていうあ,あそう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 綾波の綾波のあのあれが面白かったあの ディズンで言ったとあの縦絞り雑巾の縦絞り <laughs> あれは悪だ綾波の雑巾縦絞り <laughs> でも俺結構仕事場で笑えばいいと思いごうっていうの結構言うから、ね、仕事場で仕事場,仕事場の人結構 ガンダム好きが多いから結構ゼータゼータネタばっかしやこれが若さかこの前この前なんか仕事場にムカデが出てきて出て,きて捕まえた時出てこなければ死なずに済んだものよ何言ってんねんお前 いやちょうどいいぐらいのパーツやな今22分十二分うーんフェイスオープンフェイスオープン <laughs> あ骨ホネホネザウルスっぽいな昔こんなにでホネホネザウルスってなかったホネホネザウルスの種類なんかな多分ホネホネザウルスなんやなこれっておお すっげえ墨塗りしてなんかかグランダームサシのあのグランダームサシのあのジースケルトンみたいな。 ジースケルトン言うたってわかる人間いないやろなもうここ最近の人やったら結構あのグランダー武蔵のなルアーとかってさあのなんか木にぶら下がっとって親が枝切り出すバーサミ持ってきて引っかかっと取り寄ったのが面白かった いやまだまだあれじゃあ字つけると思ってないけどなあ,あのシノビートとかやったらまだいいあるぜうんあ最後やん,うーんメ,インメインメインチャンネル最近こんな実写実写版や <laughs> 何やってんねんよ あ,あこれ案外こういう風なの,の方がいいないいかもなんかエヴァンゲリアンであと言うとかにいかんのちょっとあとで綾波の綾波の薄い本探さない,いかんな何これあれかあのエントリーエントリーエントリープラグじゃないんやだっ,っけ、うん、あのプラグイットするやつやな マジカルステーションへプラグイッドプラグイッドって言うて分かる人間やいるんかパ <laughs> レットライフルの正式名称を言える人おる <laughs> 絶対いないやろあ,ーあのー、ちょっと調べてん あのものもすっごいあののなんかあの長い名前やからさびっくりするでなんかこの演出んたらかんたらちゃんたらっていうやつだったあのガンダムシードのあのイーゲルシテルンよりも多分あのパレットライフルの方が多分名前長い 多分ガ,ンダムガンダムっていうか機械系のロボット系のあるちゃん武器の名前で多分一番名前長い多分パレットライフルやと思うねああこれセントラルド,ドグマ違うあのなんかあのなあのあのヤシマ作戦で戦うやつね

よし,よしもうとりあえずいらんやついらんやつこっちやっとって <laughs> はいやっていこうかよっしゃ組み立て <laughs> いかんい,いかんい,いかんいいいいあんましてこれしょっとよし組み立ていこう いやー兄貴の兄貴の車乗ったら普通にあのなワルキューレのアルバムやったのびっくりした俺も俺もほんまここここ最近あれやワルキューレのアルバム iPhone で落としたばっかしだったからさマジでと思うやっぱ兄弟なんやなー思うてしもとフフ <laughs> めっちゃ可愛い店員がおって見よったら <laughs> あーやっぱ見てる思なやっぱそういうところなやっぱやっぱ似とるな思ったな <laughs>。普通にエヴァっ買って薄い本でこのプラグいやんまあいいか <laughs> ケツにケツにプラグいっとここここっんかこれこうんか,こ,れ違うんかここかうーん

おーめっちゃええやんかのパレットライフル <laughs> こ,こうつけるんかええいらいらいらええ骨ゲリオンいいじゃんああもうもうもう骨骨なっとる こらあうんやんええやんな。 嫌な予感がしますあ、ね、まあ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 、まあ、もうー弱いなマジ骨ゲリオンやはい出来上がりあちょうど30分やないい感じ ほんじゃ本日はこの骨ゲリオンの初号機えっ、ー、とね5番のやつ紹介しますまた骨トロンスナイパーライフルとかこのねあれとかはまた別の動画であげようかないや次このこれが作りたいでこれ第1弾やからまた第2弾も続くからねほんじゃまたよかったらお願いします